日野さん、はい、次はグリーン上で2019年結構ルール変わったと思うんですけど、はい、まずまあよくあるあるなのはピンは刺しといていい、うん、刺しといていい、まあ、刺したままこうボール、うん、パター打っていいっていうのはいい、うん、もうみんな結構もう定着してきてるなと思うんですけど、まあ、他にも結構わからないなんかあやふやな部分があるんで、はいはい、そこちょっと聞いていきたいと思います、はいはい、まずあの、まあ、よくあるボールマークは直していいうん、ピッチマークはね、はい、今までもね、うん、その他直しいもの増えたんですよね、スパイクマークの跡そういうのって結構カップの縁に一個こうポコンってこういうのが出てたりとかするとすごい気になるとか、はいはい、そういうのをもう直してよくなりました、はい、であとは動物が作ってったなんかちょっと爪痕みたいな爪痕こうキュッて引っかいたみたいな跡とか動物のうんことかってうんこは取ってください、自分でよくあるじゃないですか、あのあれはあの一応動かせる障害物だと思うので、こうそーっと自分の手が汚れないっていうのに沿ってて、はい、あとそのグリーン上のコースの管理の人がちょっとこう残してっちゃった、ちょっと傷だったりとか、まあ、そういうのも全部直せます。直し方は変わってないですね。直し方は変わらないです。ライン上であるものはもう普通にこういうところをこうちょっとこう浮かせてもう直しますって言ってこうやって直してあげて、こう自分のライン上のところにスパイクマークとかあったらそれを直すことはできます。はい、はい、今までパター打つ時に、はい、うん、キャディーさんがこう持っててくれたじゃないですか、うん、あれは今まで通りありですか。ありです。あり、はい、でもなんかちょっと似たようなやつでダメなやつもあるんですよね。今まではこうキャディさんピン持ってて、ココちゃん打ちますね、はい、このままもしもピンに当たって入ってしまった場合はペナルティです。お今言ったらピンを刺したまま打ってもいいんだけど、キャディさんたちにこうアシストをしてもらってる時は今まで通りです。抜くなので持っててもらう場合はもう従来通りだと思ってください。必ず打ったら抜いてもらう。このルールがなくなったわけじゃないんですか。なくなったわけではないです。刺しとくか抜いとくかじゃないんですね。うん、じゃないです。持ってても大丈夫です。キャディーさんに持っててもらっても大丈夫です。その代わり今まで通りちゃんと抜いてもらってください。はい、はい、なのでそういう誤解を生まないためにもこう刺したまま打つのかもう抜いちゃうのかのどっちかの方が分かりやすいかもしれない。そういうミスは減るのかな。そうですね、はい、あとはじゃあ私抜きたいけどポロちゃん刺しときたい。そうありますよね。ありますね。私3人も4人もこの距離抜くタイプです。はい、私刺しとくタイプです。でも私の方がちょっと遠いので、じゃあ抜きます。はい、はい、抜きます。ナイスです。はい、そしたら私刺しときたいので、また刺すんですか。はい、刺して打ちます。なるほど、はい、これも OK です。これも OK。 一回抜いたら、うん、ずっと抜いとかなきゃいけないというわけではないので。じゃあまた次の人が抜いてくださいになったら また抜けばいい。だプレイファーストってなったら、うん、本当はなんかじゃあ刺したらみんな刺しっぱなしでいこうよの方がプレイ自体は早いかもしれないけれど、やっぱり自分がスコアを作っていく中でどうしてもイメージできないから抜きたいっていうのは抜いていいと思います。はい、はい、私も1メーターとか1メーター、こう2メーターぐらいはどうしても抜いてる方がイメージが出るので、うん、もう抜いてもらいます。でも次の人がいや刺しててって言ったらはいはいって言ってこう刺して、はい、パッと今までキャディさんとか例えばコロコロちゃん打つどこを打てばいいかなって言った時に今までこの辺ってこれこれって、うんうん、この芝生って言ってたみたいな。そう、これを触っても大丈夫。こうやってピンであこれこれここに打ってって言って今まではこれがグリーン上に触っちゃダメでしたよね。ダメです。これがグリーン上に刺して指示しても大丈夫です。ラインとかそういうものが改善にならなければ、ね、だから点でこうここここって言って言うのは大丈夫。ここそっち、なるほどね。その縁いっぱいとか、そう、縁いっぱいとかここって言って、要は指を刺してグリーン上に触れても大丈夫になりました。なるほど。これをこうやってグリグリやっちゃう。グリグリはダメですね
ピュッて。そう、ここねっていう、もうこの指で刺すのは大丈夫です。カラーにボールがあるときに、うん、まあ、パターで打ちたいと、はい、ね、ピンに向かって、いや、今、素振りイメージを出して素振りしてたら、はい、当たっちゃって、はい、さっきほら、恋じゃなければ、うん、なんかペナルティーじゃないとっていうのを聞いたんですけど、これはどうなんですか？一応外からはダメですね。素振りで当たるのはダメです。ダメダメ。ただしグリーンない、グリーンない、条件はありますよ。ちょっと素振りした時に、はい、ここを素振りしたくてってやった時にちょっと動いちゃったりしますよ、はい、とかこうあってありますね。これは元の位置に戻して大丈夫です。お、無罰で。これ無罰、はい、これは無罰で元のあった位置に戻すことができます。ただし外からはダメです。ダメ。あれじゃあもうあれは戻さない、あれはワンペナを払って元に戻して打ち直し。ほう、これ結構変わりますね。変わりますね。じゃああともう一個、はい、なんかよくプロの試合とかで見たのが、はい、こういう傾斜、うん、なんかこうギリギリのところにボールが止まって、うん、で自分の番が来ました、はい、行きます、はい、ライン見に行こうとします、はい、じゃあ見に行ってください。見に行こうとしている間になぜボールがないっていう、はい、あーっていう、こういう風とかで行っちゃった場合は、この場合は元のあった位置にリプレイスです。これマークも取っちゃってるけど、マーク取っちゃってるのであったと思われる最も近いところに戻せます。今まででもあそこからでしたよね、はい、戻して打たなければいけません。おお、これはでもすごいいいですね。いいルール。間違えないでほしいのは、球を打ちました、セカンドショットを打ちました、ボールここにあります、まだマークも何もしてなくて、ね、してないで向こうから打ちました、こうやって歩ってる最中にボールがわーって転がってっちゃうのは、転がって止まったところからのプレーです。あー、なるほど。マークするまではじゃあもうそれはあるがまま、あるがままなんですね。そう、あくまでもマークをして1回拾ってボールを吹くなり何かに押してリプレースをしてから起こったことに対しては元の位置に、はい、これはいい。これは風で転がってもどういう状況で転がったとしても元に戻せます。だからこれがこう、ボールですか、はい、ボールがあってあーあって、うんうん、これも元に戻せます。おー、はい、こう今のもわざとではないの で偶然パターカバーがポロンって落ちて動いてしまっても大丈夫です。はい、無罰で戻せます。これはね、またルール変わりましたよ。結構知らない人多いかもしれないですね、このグリーン上は ね。もしかしたら、はい、ぜひ使ってみてください。ぜひ使ってください。はい、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、ちょっと背高くなってみたんですけど。あ、いい、どうですか、目線が一緒なの。すごい新鮮。新鮮でしょ。井上さんと喋ってると毎回なんかあれみたいな。そうでしょ。井上さん背どれぐらいあるんですか。私176あるんです。わお、みんなに嘘つきって言われてるの。これでももっとありそう。そう、もっとあるでしょって言われるの。78か、80はあるでしょうって、 いつもね、うん、あの男子ツアーにいると嘘はついちゃいけないっていつも言われるんだけど、嘘はついてません。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、すんごい勉強になりました。あ、本当よかった、はい、ルールもそうだし、うん、マナーもそうだし、なんか当たり前で思ってるんですけど、うん、まあそこまでやれてないなっていうのがあったり、うんうんうん、でも別に、あ、確かにバンカーならし1個にしても急がなくていいじゃん、別に。そう、急がなくていいと思う、うん、時間あるしみたいな、うん、まあプレーファーストは大事だけど、うん、それと雑にするのはちょっと違うよっていう、そうですね、うん、話だと思いましたし、うん、まあルール、うん、相当変わっていいものもあるけど、あるけどいい風に使おうとしすぎたら
そういうのはやっちゃダメなんだねみたいな。確かにそれズルしちゃダメよみたいなね。それはズルなんだみたいな、うん、ね。ボール変えていいって言うから変えたんだけどな、好きなボールに変えていいのかな、うん、みたいなね。そうって思ったんですけど、なんかすごい本当に勉強になりました。とんでもないです。ありがとうございました。今回あのゴルフはね、はい、あのちょっとできなかったんですけども、はい、どうでしたか。ちょっと楽しかったです。でもどうですか、うん、なんかリンゴルフさん初めての出演で、はい、私なんかでいいのかなと、いやいやいや思いながら本当にありがとう出させていただいて、ま、感動ツアーがね違った感動でしたないですよ、ね、ごめんごめん、風で感動でみたいな。またあの4月からですか。4月から第1試合、はい、開幕刀剣が始まります。家族が出る、はい、ちょっとまだ刀剣は未定なんですけれども、はい、ま、ちなみに伊能さんが一番最初に家族の決まってるのでいつか。一応、中日クラウンズに活合かなとは思ってるんですけど、はい、では皆さん中日クラウンズ、またはもしかしたらもう刀剣から数えてらっしゃるのかもしれないので、片岡大輔さん、はい、プロキャディやられてますので、はい、そちらもぜひ、はい、試合で見て応援してください。現場に来てもう応援に来てください。はい、伊能ちゃんって叫んでくれて大丈夫だので気持ちに余裕があったら手振ります。はい、はい、以上になります、はい、皆さんあのゴルフ場でぜひあのマナーとか、はい、ルールとかどんどん活用してやってみてください。はい、今日はありがとうございました。バイバーイ。